こんにちは。BMF さんの秋葉原の不動産売却の話、私も、ね、知っていたんですよ。で、確かにね、あれ、ああいうのは BMF さんにしかできないです。仮に100億円持ってても、そこにビルを買うってことに突っ込めるか突っ込めないかって考えたら、やっぱできないですよ。ですんでね、それは久保さんだからできるんでしょとか、吉谷さんだから言うんでしょっていうね、そういうふうな反論ってあると思いますけども、いや、確かにそうなんですよ。だから私は言いたいんですよ。だったら、あなただったら何をするんですかってことなんですよ。私じゃない、あなただったら何をするんですかと。そしてですね、誰かがやった通りにやればうまくいくとか、誰かがやった通りに結果が出るっていうふうに感じてらっしゃる方がいるとしたら、それは、まあ、間違いではないにしても、学校教育の延長線上でしかね、ビジネスを考えてないってことなんですよ。学校教育ってのは、教わった通りにやれば、いい点は取れるんですよ。でも社会では、教わった通りにやっても評価されないってことは当たり前にありますからね。じゃあ真面目にお店をやって真面目に営業すれば、じゃあ売り上げ上がるんですかってことですよね。そうとは限らないんですよ。何の落ち度もないけども勝負に負けるってことはあるんですよ。ね。勝利には原因があるけども、でも敗北には原因がないってことはね、あるんですよ。何の落ち度もない。きっちりやっていた。正しくやっていた。だけどもビジネスは失敗しました。それはね、あり得るんですよ。ビジネスには不確定要素があるんですよ。投資には不確定要素があるんですよ。だからその不確定要素に対してやることっていうのはリスクヘッジなんですよ。それがうまくいかなかったらどうすると、その時にですね、大きなお金をドーンと入れてうまくいかなかった時のその保険を考えていなければそれは破綻するじゃないですか。じゃあですね、ドーンとビジネスをやって失敗しました、でも被害はゼロでしたっていう風にするためには、原価がゼロのネットビジネスをやるしかないです。ネットビジネスってのは YouTube が無料、Facebook が無料、ライブをやっても無料、ホームページを作っても無料、無料尽くしでですね、金額をつけることができるんですよ。無料のものを集めて有料ができるんですよ。だからこのゼロからプラスを作る、そしてマイナスになりようのないネットビジネスをやるっていうのは、これできるんじゃないですか、あなたにもね。その中で私はサイトを1万4000個作ったっていうふうに、私しかできないことをやりました。じゃあ1万4000個できるのは久保さんだからでしょ、久保さんが暇だからでしょ、久保さんにバイタリティがあるからでしょって言うんだったら、じゃああなたにあるもので、あなたのできうるその成果の出し方をやればいいでしょって話なんですよ。で、そのためにアドバイスはしますよ。あなたは1日に12時間飲食店で働いてるから、多分1日に使える時間はこのぐらいですよねと。そこに集中して何かをやるためには期間が6ヶ月ぐらいいるけども、6ヶ月少しずつを積み上げていきましょうかって話をしたりね。で、あなたは今学生なんで時間は結構取れると思います。1日2時間3時間でコツコツ積み上げていったビジネスを形にするのは3ヶ月ぐらいかかると思いますよっていう風な、投入時間と投入期間の掛け算で、結果をね、どのぐらいかっていうのを見込むことはできます。でも、何もやらない方に対しては、だってゼロを積み上げても、10万年かかってもゼロじゃないですか。ね。もしくは、毎日 YouTube 更新しますっていう人もいますよ。毎日 YouTube 更新しても、更新頻度が1日に1本とか2本だったら、それは相当質の高いものが作れない限りはね、なんかただね、ぼーっと喋ってるだけでチャンネル登録も増えないし、再生数も増えないやつをずーっとやってたところで、それはね、1万年ぐらいかかっちゃいますよ。ね、我々には寿命がありますから、いつまでに結果を出したいのか、いつまでに成功したいのか、いつまでにいくら欲しいのかってことを考えたときに、BNF さんのように、例えば数年間でね、30億円の利益を取っていきたいっていうふうに、もし考えていたんだとしたら、購入金額90億っていうのは、もうね、買った瞬間に利益確定なわけですよ。で、そのためのリスクヘッジも別の株とかでやってるわけですよね。だからそういうふうに、誰かがやってることと丸々同じはできないけども、じゃあそれを自分なりにカスタマイズしたら、どういう規模で、どういうアクションでできるかなって考えることはできると思うんですよ。だからそこで自分の脳を考えて使っていかないと、じゃあいつ使うんですかって話ですよね。私たちは真似てすれば、似たような成功がするっていうふうに勘違いしちゃいますけども、それは学校教育の弊害ですね。真似たところでうまくいきません。人には個人差がありますし、私の顔で動画を出すのと、吉谷さんの顔で動画で喋るのと、あなたが動画で喋るのと、受ける印象みんな違うんですよ。だから同じことをやっても結果が違ってくるんですよ。ね。だからそういうことがありますんでね。最後一つの例えを言いますけども、じゃあ、心を込めて告白したら、どんな恋愛でも叶うんですかって話ですよね。あなたのところに、まあ言っちゃ悪いですけども、そんなにね、美しくない方、まあ不細工な方がいらっしゃると。で、性格も悪いと。そういう方が誠実にあなたに告白してきましたっていう A パターンと、B パターン、普通の人が普通のテンションで告白してきました。C パターン、ね、とっても美人な方が心を込めてあなたに
もうね、告白してきました。じゃあ、差ができるでしょ？やっぱり、これでも。みんな同じように思いを込めて正しく告白しても、差があるんですよ。外見とか、他の要素、タイミングとかでね、差はできるんですよ。だから、BNF さんと同じようにやったからといって、仮にできたとしても、BNF さんと同じ結果が出るかどうか、誰にもわからないと。出ない可能性が強いです。だから、私、ね、久保さんだからできるんでしょって言ったところで、私と同じようにできたとしても、私と同じような結果が出るかどうかわかんないです。もしかしたらドーンとすごい結果が出るかもしれませんし、ちょびっとした結果が出るかもしれませんし、それは未来のことは分からないんですよ。その不確定要素に対して挑戦をしていくために、私はやりましょう、やりましょうって言ってるんですよ。なぜなら、行動の後にしか結果が分からないからなんですよ。行動の前に結果は、仮説は立ちますよ。でも、結果は見えないんですよ。だから、億万長者になれるかどうかっていうのは、この動画をずっと見るだけではダメです。こういう風な動画を量産できるようなあなたになった時に初めて少しは見えてくるんだと思いますけどもね。それではまた動画の方お待ちしております。いってらっしゃい。